はい。はい。実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はね、ゲームボーイアドバンスのね、ロックマンゼロね、ちょっとやっていきたいなと思います。初めからでいいか。はあはあはあ、うわ。グワー。なんだこいつは。ああ、こいつね。これ確か、オープニングステージのこれボスだったような気がするけど。これシェルですよね。シェルって名前の確か女の子ですよね。はあはあ、行き止まり。強い力を感じる。きっとここだわ。よし、ここは俺に任せろ。従ってシェル。シエルか。シエルやね。早く先へ、ここへ任せろ。あ、これ、X ですね。X ちゃうわ。ゼロやね。これが、これね、ロックマンゼロですね。これがゼロ。ついに見つけたぞ。発掘されてたんかな？うわぁ。プロテクトがかかっているわ。一体どうすれば。うわ。危ない。仕方がない。ここはひとまず脱出しよう。でも。さあ、早く。うわ。キャー言うてるやん。ミラン。シエル。シエル。え？私の力を使ってそれしかないわ。そんな、それじゃあパッシーが。シエルの帰りを待っているみんなのことを忘れないで。わかったわ。ありがとう、シエル。さよなら。パッシー。ああ、これで、ロックマンゼロがね、覚醒というか、蘇ったわけやね。で、ゼロが復活した。ゼロ？助けて、お願い、助けて。これで、オープニングステージスタートってことか。あ、ついてくるんやね、シエルは。なるほどね。これまあオープニングステージですからね、これね。一番簡単なステージだと思うんでね。これあれですよね、ロックマンゼロの世界ってね、ロックマン X の世界の100年後のね、話らしいんですよね。だから元祖ロックマンシリーズはね、ロックマンゼロ、じゃあ元祖ロックマンシリーズの100年後がロックマン X のシリーズ、世界で、ロックマン X の世界の100年が100年後がロックマンゼロの世界っていうことらしいんですよね。設定としてましては。だからまあ言うたら、元祖ロックマンシリーズの200年後の世界がロックマンゼロってことになりますね。まあこのゼロっていうのはね、このロックマンゼロは言うたらね、ロックマン X の時のゼロと同一人物らしいんですよね。はい。で、まあこのゲームにも X はちゃんと登場しますんでね。あ、行き止まりになっているわ。どうすれば。キャーって声がなんかいいな。あ、ありがとう。どうやらここは、前時代の研究所のようね。もしかしたらレジスタンスベースに戻れるトランスサーバーがあるかもしれないわ。ダメだわ。崩れちゃってる。戻りましょうか。下がれ。またキャーや。ダメ。早く逃げて。こいつにはバスターが。あー、これね。あれですよ。中ボスじゃない。オープニングステージのボスですね、これ。やばいやばいやばい。
うわ、結構強いぞこいつ。やばいやばい。ち。ん。これを使って誰だ。早く彼女を助けないと。さあ早く。お。やばい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 。やられるやん俺。ここでこうやって捕まってりゃいいんちゃうのこれ。これね、こうやって当たれへんやこれやったら。ここやったらね、うん、これでいけんちゃうの。あーでも当たるのか。これ1機しかないんですよこのゲームね。リトライする残り3。これあれですよね、コンティニューの回数ですよねこれ。またここからか。オープニングステージにしては難しいぞ、なんか知らんけど。ほらもういいや。ちょっと待って。さあ、ため打ちができないよね最初はね。絶対食らうやんこんなん。でこれ使っててなるわけやね。ヒットポイントがねゼロよりもはるかに多いからね。だから強いんですよ。あ、変な岩は投げてこなくなったな。これだけやね、レーザーだけやね。あー投げてくるわ。あ、でも勝てそう今回は。なんとか。あと一発倒した。ミッションコンプリート。ゴーレムを倒してしまうなんて。ゴーレムって名前か。やっぱりあなたはあの伝説のゼロなのね。ゼロ、俺の名前か。うー、思い出せん。長い間眠っていたみたいだから仕方ないわ。まあそうやね、ロックマン X の時代ね、の100年後ですからね。無理やり起こしてしまってごめんなさい。そして助けてくれてありがとう。私の名前はシエル。こう見えても科学者なの。さあ、敵が来る前に私たちのベースへ。俺がそのゼロじゃなかったらどうする。私にとってはあなたはもうゼロなのよ。なるほどね。一言ないな。運が良かったわ。トランスルームが生きている。下に、上に立って、ベースに帰れるわ。さあ、早く。なるほどね。あれ？ちょっと待って、なんなんや。あ、そうか、選択肢なあかんのか。それじゃあ、改めまして、ようこそゼロ、レジスタンスベースへ。ここはイレギュラーの疑いをかけられたレプリノイドたちが生き延びるために戦う最後の砦。少しでも長く生き延びようと私たちは必死で戦ってきた。でもそれも、もう限界。私たちはあなたの伝説を信じ、あなたの最後の望みをかけ、あなたを探し、探したの。あなたはゼロ。100年前の世界で X と共に世界を作った伝説のレプリロイド。X？ 聞いたことがある名前だ。そらそうやな。
伝説の英雄は今も生きているわ。そして私たちを処分しようとしている。そうなんよね。このゲームはね、X が敵になるんですよね。まあ一応コピー X なんですよ。結果的にはね。うん、ラスボスコピー X って言ってね、ロックマン X のコピーなんですよね。偽物の X なんですよね。結局はね。うん。X がお前たちを処分するだと。今こうして話しているこの瞬間にも多くの無実のリプロイドたちが処分されているの。あなたの力を借りたいの。私たちの未来はあなたにかかっている。助けてくれるよね。やめておくってやったらどうなんだこれ。そうよね。事情もわからず助けるなんてできないよね。わかったわ。私たちだけで何とかやってみる。でももし気が変わったら声かけてお願いね。もしかして私たち助けてくれるの。あ、ありがとう。本当夢みたい。これでもしかしたらみんなを助けられるかもしれない。あなたにお願いしたかったのは、今まで私たちの誰もできなかったこと、私たちの仲間を次々と処分している、憎むべき施設の破壊、こうしている今も、イレギュラーの疑いをかけられたレプロイドたちが処分されそうになっているかもしれない。これ以上犠牲者を出さないよう、敵の施設を破壊してくれないかしら。お願いゼロ。ああ、データを記録してから行きますか。はい。どこにデータを記録しますか。これやってるデータがあるんよね。一番下かな。レベル F やもんね、3つともね。でもこれ同じなんよね。このデータも確かこの時と同じようなデータやからね。セーブせんでいいや。処理施設はそのこの先を。お願いみんなを助けて。まあこれまあ2番目のステージですよね、これ。まあ1機しかないからな、このゲームはな。これ下っけ、下行けるとこあったけど、どう違うんやろ。あー、違うって書いてあるな。ちゃんと道を教えてくれんのか。それは助かるね。お、針がある。あ、しまった、これだった。サイバーエフをゲットした。サイバーエフゲットした。おお、何やこいつ。よし。おお、難しいな結構。うわ、もう一言やばい。あ、回復した、よかった。よいしょ。これね、壊しても針がついてるからな。回復した。音楽なかなかね、好きなんですよこの曲はね。うお、もう無視こいつは。わー、あれ、おーっと、やばい、あぶね。おお、あぶね。キャスターショットスキルアップ。ここ入れるんか。こっちか。お、ボスかな。処理施設はその向こうよ。ここ入るよね。ボスかな。ボスっぽいな、これ。なんだこいつ。ボスやな。私は四天王ハルピューヤ様のご命令でスクラップどもの始末をしているアステファルコンだ。
あ、助けて、助けてくれ。お前もスクラップどもの仲間だな。夫婦ついでた、お前も一緒に始末してやる。うわ、強そうやな。おお。パターンあると思うねんけどな。おお。こんなんさ、残機一機で倒せるわけないよね、こんなの。やばい、やばい。うわ、強い。やっぱゲームオーバーなるなぁ。どっからや。あ、やっぱボスからできるんや。よかった。私は四天王ハルピューやさ、もういいや、これ読んだから。はい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 、もういいもういい。うわ、ちょっと待って。うわ、強いぞ、これ。こうやった方がいいのかな？こうやって狙った方がいいのかな？それっぽいな。で、こっち来たら、こうやってして、でも、矢が残るんやな、壁に。嫌なやつやな。シャレ言ってもた、今。多分こういうことやと思うねんな、パターンね。こういうことやと思うねんけどな。あー、しまった。あー、しまった。やばい。やばい。あー、しまった。これ。コンテニューがなくなったらどうなるんやろ、これ。あいつ。強いぞ、こいつ。多分ね、こうやって倒すんやと思うよな。こっち来た時だけこうやって狙って。でも当たりにくいね。狙いにくいな、これ。あ、やばいやばい。あ、当たらんかった。この繰り返しかな。これ待って、こっちに来た時だけ。攻撃のチャンスってことやね。すげえ長ったらしい戦いなんだこれ。こうやってこうやるしかないもんな。よし来た。もうダメだ。ん？どういうことや？時間切れ？もしかして。うわー、マジで？そういうことか。セーブした場所からやり直すってなるんや。なるほどね。はい。じゃあ、ここで一旦終わらせていただきますかね。はい。じゃあ、これで終わらせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。